どれにしようかな。あたいの蹴りは天下一品だぜ。勝つね。どんと来い。決めちゃいました。カツラギ、行くぜ。行ってらっしゃい。あれはアスカじゃないか。すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ。ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カツネ、あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。カツラギ、舞い忍ぶぜ。任務開始。シャッシュッからの、ほらよ。はわっ、はわっ、シャッシュッシュッシュッからの、はわっ、こっ逆連戦突破。ほっくらえ、みなぎるぜ。はわっ、シャッからの、これでどうだ。これでどうだ。シッからの、打ち上がり、やりシッシッ、やりはわっ、はわっ、はわっ、これでどうだ。くらえ、はわっ、やりー、どっからでもかかってこい。からの、よし、やりー、みなぎるぜ。やりー、からの、よし、くらえ、行くぜ。はぁ、忍び前進。やってきたぜ。クロスバンザー。よし、まだ終わらねえ。まだ終わらねえ。あたいにかかればこんなもんっしょ。ちょろいちょろい。ちょっとカツネ、この人風紀委員さんなんだよ。は？私、服装の指導をされていただけなんだけど。そんな今更だけど。悪かった、ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って水に流してくれよ。笑ってごまかした。
最高だな。柳生ちゃんもこのぬいぐるみ欲しいの？あ、ひばりもずっとこれ欲しかったんだ。知っている。それじゃあお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。柳生ちゃんも欲しいよね。いや、俺は。隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃ柳生ちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。わかった、その勝負受けて立つ。このぬいぐるみはひばりのものだ。え？ひばりにくれるの？前から欲しいと言っていただろう。最初からプレゼントするつもりだった。え？じゃあなんで勝負したの？
ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。これで満足はしていられないな。ひばり、クナイを家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない、お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。その補習、私たちも受けます。え？私たち4人、みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは1人のために、1人はみんなのために、仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。
ひばり、勝ったの？私がビリだね。補修決定ってわけだ。まさか、アスカちゃん手加減したの？え？いや、その…ひどいよ、そんなの。ごめんね。本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。ううん、でもひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、二人で補習を受けよっか。うん、そうしよう。どれにしようかな。強いやつ出てこいよ。そいつもこいつも弱すぎる。退屈だよ、こんなの何にも面白くない。
なわけないよな。朝飯、これは…敵の任務か？カツネ、どうしたの？いや、まあ…これ…授業に遅刻するって言っても、カツネ、ラーメンは絶対に残さないじゃない。きっと何かあったんだよ。わかった。みんなが揃ったら全部話すよ。キリア先生に相談した方がいいんじゃないかな。同感だ。でも今日はキリア先生、出張の日だったはず。どうしよう。敵が攻めてくるかもしれないんでしょ？ひばりたちだけで、なんとかなる？まだ敵が来ると決まったわけではない。
お前誰だ。お前たち忍び学生だろ。私は穂村、比率蛇女子学園の忍び学生だ。お前らは半蔵の忍び学生だろ。何を言っているんですか。私たちは知らばっくれても無駄だ。それに隠れ結界を発動したのにお前らは消えない。なるほど、そこにいるのは全員忍びか。だったら何だって言うんだ。超秘伝忍法書を渡してもらおうか。渡せるわけがありません。渡さなければどうなる。決まっているだろう。力ずくだ。面白い。カツネ待って、ホムラちゃんとは私が。え、そんなに戦いたいんやったら相手になったる。あんた誰。日陰。あんた強いのか。強い。そうありたいもんやな。なんで。命令に応えるためやったら強くないとあかんやろ。みんなは下がっていて、ここはあたいたちがやる。デカ父女、お前忍びだったのか。うん、まさかこんなところでまた会うなんてね。一つ聞いてもいい。どうして超秘伝忍法書が必要なの。どうして。決まってるだろ、最強の忍びになるためだ。最強の忍び。各校の超秘伝忍法を奪って、私は誰にも負けない強さを手に入れる。ホムラちゃん、おかしいよ。超秘伝忍法書がなくたって、修行で自分を鍛えれば強くなれるじゃない。強くなるためには手段を選ばない。それが私たち蛇女のやり方さ。そんなの忍びの道に反してるよ。文句があるならかかってきな。お前の言う忍びの道ってやつがいかに薄っぺらいかを教えてやる。私の忍びの道は薄っぺらくなんてないよ。あった、正義のために前忍びます。
順次よ。いざ尋常に舞い散れ。どれほどの腕なのか、わざと攻撃を受けてやったんだがな。軽いんだよ。お前の薄っぺらさそのままの軽い攻撃だ。そんなんで私にダメージを与えられるか。まあいい、今日は挨拶に来ただけだ。次に会う時は命がないと思え。
どれにしようかな。決めちゃいました。こまめな記録が大切ですね。記録します。どれにしようかな。